はいどうも、タクタクです。本日はマコトメビウスというね、カノンさんの、昔の作品、こちらで遊んでいきましょう。いきます。まあ、もう定番ですね。タクタク結構やってきてますから。まあ、ちょっと今回はちょっと紳士的な態度を私は取りたいと思います。いかにこう、なんつうのかな、世の日本男性の見本になれるかというのをね、もう見せていきたいと思う。いつももう下水声を出している、もしくは下水ことを言っていればね、受けが取れるんじゃないかというね、私をちょっともうここでね、改めたいと思います。さあ、紳士タクタクなるのか、なげ、あ、まだね、メイウスさんって知ってる？紳士感まだ出てないね。過去を一つだけ書き換えてくれるんだって。なんとも興味深いお話ですね。この子は多分、誠さんですね。やっぱりね。誠ちゃんかな？私は死んだ方がいいかな？いや、誰もそんなこと言ってないじゃん。なんでそんな思ってるんだ？生きろ！死んでもいいことないぞ。生きててもいいこと。いや、こういうとこダメだ。唐突になぜか僕に。僕の隣の席に誠は聞いてきた。席のね、隣の席の誠は聞いてきた。いや、死ぬなよって言うよ、俺なら。どうしたんだ？聞きますよ。こんなに可愛いし。あ、だからこういうとこがダメだよね。誠はただのクラスメイトだ。同じクラスだからといって、会話したことはほとんどないような。そんな僕に誠は聞いてきたんだ。何があったんだい？その日の夜、誠は死んだ。なんて声をかけてやればよかったんだみたいなこと。自殺か他殺か事故なのか、それすらはっきりしない。誠さんはお亡くなりになりました。先生かな？真実は闇の中に消えたまま。僕らには先生から伝えられたその言葉だけだった。だけだね。また勘で読んだわ。誰この人。あ、これが主人公かな？僕は別に隣の席のクラスメイトが一人いなくなったって、誠がいなくなったって何も関係ない。何も感じない。悲しくもない。彼女とは何のつながりもない。ただ偶然隣の席に座っていただけの人。いなくなってもいつも通り、何も狂わない、いつもの日常。君が消えたって僕の人生は続いていく。まあそういうもんだよな。でもな、じゃないとね、地球上でどん誰誰だ。ミキオ、うふふ、おはよう、渡郎くん。主人公の名前が渡郎くんかな。ミキオ、なんか女の子でもいますよね、ミキオってね。どういう自覚か忘れたが。顔色悪いんだね。大丈夫？大丈夫。吐きそう。怖い夢を見た。大丈夫でいいんじゃないかな。なんともないですからね。この子はミキオ。誠同様、めったに僕と話もしないような、ただのクラスメイトだ。なんで話しかけてきたんだろうね。誠の親友らしい。あ、そういうこと？なんかどうして死んじゃったのみたいなこと聞いてくるのかな。なんか、気になることでもあったの？なんで誠死んじゃったのかなみたいな。あ、普段めったに関わらない私が話しかけてきて困ってるでしょう。ミキオは、今日もお願いがあって渡郎くんに話しかけたの。あ、これ自分の名前 UK 女子だ。ミキオは、マコトは、みたいなね。いますよね。ちょっと可愛いんだよね。なんだかわかるかな？ってちょっとイラッとする系もいるよね。わからない。気持ち悪いからどっか行け。いや、紳士だから、俺は今日は。わからない。わからないな。あのね、ミキオね、
まこちゃんを助けてあげてほしいな。お、まこちゃん、まことちゃんのことね。まこちゃんを救えるのは渡郎くんしかいないんだよ。なんでや、昨日まこちゃんに話しかけられたでしょ。みきおはしっかり見てたよ。まこちゃんは親友の私じゃなくて渡郎くんに助けを求めたんだよ。なんでや、助けてとは言われてない。何のことだ。助けてとは言われてないよね、うん、これ、いやまあ正直言うか上だな、多分な。うふう、まこちゃんは助けてほしくても素直に助けてって言えない子なんだよ。いや、そういうのあるよね、でも実際ね。それが乙女心っていうものなの。あるある。素直に言え、なんか助けを求めれない感じのってあるわ。どうやって、死んだ人は戻らない。死んだ人は戻らない。でも死んだ人はもう戻らないだろう。っていう感じだよね。うん。ああ、そんなことか。そんなことじゃない。一番重要よ。それなら心配いらないよ、渡郎くん。ねえ、メビウスさんって知ってる？お、メビウスさん。わかりません。過去を一つだけ書き換えてくれるんだって。そんなの都市伝説だ。一択ね。はい、一択。違うよ。メビウスさんはいるんだよ。ミキオは知ってるの？なんかメビウスの輪みたいなのがありますよね。あの、なんだっけ、髪、細長い髪を一回転だけひねって、あの、つなげると、裏表全部に通れるっていう不思議な輪。通常、そのまま、あれだよね、輪っかにしても片方しかいけないんだけど、そういう不思議な輪がメビウスの輪なんだけど、メビウスさん。関係あんのかな？ミキオは会ったことあるもん。あるんか。どうしよう。すごいなんか長屋に住んでいるハゲたおじさんみたいな人だったら、渡郎くんも会ったことあるよね。ないって。ないよ。あ、これメビウスの、あ、ほんとメビウスの輪。はい、これ。メビウスの輪だよ。私のお手製なの。画用紙で作った輪っかなんだよ。目をつむってこれを両腕にかけて呪文を唱えるの。メビウスさんお願いしますを8回だよ。ああ、横にすると8はね、無限大の形に似てますからね、インフィニティ。やるしかない。都市伝説だと説明する。まあ紳士ですから、こんな可愛いね乙女がやっぱお願いしてることを断れません。やるしかない。ここはやってみよう。メビウスさんお願いします、かける8。いやダメか、2回目。はい、3回目、4回目、5回目、6回目、7回目、これ8回目だ。どうなった？いってらっしゃい、渡郎くん。どういうこと？うふふ、本当に行くんか？そんなことないよね。そんなことはないと思う。誠を助ける？僕が？なんで？どうやって？でも、そうだ。あの時僕は、誠になんか言ったんか？聞いたんか？薄れていく意識の中で誰かが僕に話しかけた。もう何回目？え？あなたが望むのは何？初めてじゃない。本当に。まだわからない。運命の輪をねじ曲げたところで行き着く結果は同じ。何回続けてもわからないのなら、無限に続く時間の中であがき続ければいい。これあれだな、なんか過去に戻れる系のやつね。2013年6月23日、これは死ぬ前ってことかな。
次の瞬間僕はそこにいた。心地よい夜風が吹くような、夜の優しい月が照らすような、ここは誠の家か。これなんか過去は何回やってもね、悪い結果しか生まない系の話って結構ありますよね。セーブは？うわ、これ声よ、雰囲気が。ここは間違いなく誠の家のようだ。この BGM が怖えけど。お邪魔しますやね。あ、セーブポイントね。全国共通の、もうそれはね、分かってるよ。セーブするさ？もちろん。セーブ中だからな、俺はな。コートがかけてある。下駄箱は特に変わった様子はない。これはもうどうなんだろうね。本当にいるってことなのかな？メビウス様の力を借りて。ここは？カレンダーがある。今日は6月23日だ。623。あ、おお、時計の音がびっくりしよう。冷めたコーヒーがある。ここは、あれですね。ダイニングキッチン。まだ日付は変わっていない。うん、9時ぐらい。だいたいあの形だよ、でも。おかずが詰められたコンテナがたくさん入っている。あ、ここのお家はあれだね。作り置き型のお家だね、多分ね。一週間分とかをね、一気に作ってみたいな。違うか。結構流行ってるよね、今ね。そういう作り置き系のやつね。カレーも食いてえし。っていう感じになったらどうなんですかね。途中で。折りたたまれたメモが入っている。読んでみようか。読んでみようよ、もうそれは、はい。今日は帰りが遅くなるから、先に寝てて大丈夫だよ。お父さんより。あ、父子家庭？母子家庭がお母さん？お父さん、わかんない。家庭。誠とお父さん、お母さんらしき人が映っている。みんな以外楽しそうだ。お母さんいないのかな？手入れされた観葉植物。100均に売っていそうな食器ばかりだ。いいよ、結構いいよ。100均の食器も。シンプルな白とかのやつは。いいよね。テレビはつけない方がいいだろう。結構柄のやつはなんかね、統一するの難しいからさ。白い系の食器を買いがちだよね。買いが、お前だけだと思うけど、みたいな。ここは？あ、なんか水が流れてる。僕の、あ、違う、鏡の中に僕の顔が映っている。いけてない。普通か。それ以下だろう。うん。トイレがある。まあ、そこに関しては僕も。風呂。あ、100均。あ、まあ、あんま裕福な家庭ではないんだよっていうことのアピールなんでしょうね。多分ね、これはね。温度調節できるタイプのようだ。うん。浴槽がきれいに掃除されて。これなんで流れる音、ねえ。流れっぱなし感が。ここは。はっ！バカ、あ、ダメだ。今日は。紳士になろう。まことちゃんが寝てるのかな。まことが眠っている。匂いを嗅いでみる。こう、いやー、みんな紳士って何かねと、うん、思うよな。俺もいつも考えさせられるんだ。紳士って何かなって。気遣いができる人だと思う。俺は紳士は。だから今、ゲーム内に対しての相手ではなく、僕は、みんなに対しての気遣いをする。よって、匂いは嗅ぎます。結果、紳士。くんかくんか。うん。くんかくんか。くんか。もう、期待したようなことは起きませんわ。サボテンがある。植木鉢にサボテンくんとマジックで書かれている。いいなぁ。こういうシンプルな名前好きだなぁ。何も入ってないと。読んでみよう。お、女子の家に寝込みの時に忍び込み、その上ノートおそらく日記を読もうとしている。暴挙許されるのだろうか。呪いのかけ方。髪を細長く切り、端をつなげて、輪っか状にする。これをメビウスの輪とする。ああ、メビウ、輪とするのね。うん。
メビウスの輪を腕にかけ、メビウスさんお願いします。8回言う。呪いかけられてんじゃん、俺。ミキオに。次の瞬間にあなたの意識は飛び、ついには目的の場所、時間にいます。あなたはこの呪いのホストとなります。ホスト？つまり、ねえ、主みたいなことですよ。注意すること。これは呪いです。永遠に時を生きるための呪い。きちんとしたルールに従うこと。法則に基づいた行動を取らなければ大事なものを失います。一日に死ぬ人間の数は決まっています。絶対に変更不可。ということは誰かが死ななければいかないのか ?3、呪いを解く方法。呪いを解く方法はありません。なお、ホストとなる人物が死亡すると時間の繰り返しは終了します。マジかよ。なんだその、バイツアダストみたいな能力は。誠の日記がある。読んでみようか。あ、こっちか、日記は。はい。おぉ、日記。え、日記。違うかよ、多分。6月21日。はい、3日前。え、2日前。空気が重苦しい。息が詰まる。普通に息ができない。笑顔なんてできない。愛想笑いはできても心からの笑顔なんて。なんだ？私の心の支えは何だろう？なくなってしまえば。気づいた時にはもう遅いのかもしれないな。あ、また聞こえる。また聞こえる。はい。ひどいことはしないで。胸が苦しい。なになに？人間じゃない。お父さんの仕事がまたうまくいってない。あら。私は変わらない毎日。同じ時間、同じ空気。お父さんを助けたい。お父さんを助けたい。お父さんを助けたい。私に何ができるだろう。こんなにも苦しい、何もできないことがこんなに辛いなんて、一つでも変えられるのなら、何されたって構わない、多分何されたって怒らない、多分逆らえもしない。私の心は何でできてるの？機械でもいい、無機物でもいい、私は人間じゃなくてもそういうものに生まれたかった、心がないものに。6月22日、今日もお父さんは、お父さんがどうしたんだマジで。虐待？虐待なの？私はカレーを作った。はい、美味しくできたと思う。家で何もすることがないから家事だけうまくできるようにそんな風になっていく。趣味がない。昔はあったけど今は何もしたくない。私のことは放っておいてよ。私のことはきっとどうでもいい。お父さんが死ねって言ったら私はきっと死ぬ。私にはそれしかない。道は選べない。退路はない。体が重い。私の体はこんなに重かったのかな。寝よう。気がめいるから。6月23日、当日。寝る前に書いたのかな。うん。渡郎に話しかけた。僕です。はい、そうだよ。ほとんど話したことないけど、隣の席の人。いつも冴えない顔してる私みたいに。気にしないよ。人のことは言えないけど、人生楽しく生きてる感じじゃないな。ちょっと傷つくんですけど。渡郎くんってそんな人なの？何も話さない。心配とか、そういうの違うし。相談？何か別に悩みなんてない。話すこともないし。私全然悩んでないよ。はは。ここから先はまだ書かれていないようだ。何が起きるんだろうな、この日に。ティッシュ箱に猫の絵が描いてある。誠の落書きだろうか。ああ、いるわ。ティッシュに落書きする人。うん。あるあるですな。可愛らしい棚。観葉植物。そんな気がしたのね。テレビ。姿見。無数の鉢が刻まれている。え、ということは、これ誠もやっぱり繰り返してた的なことなのかな。あ、そういう雰囲気はするよね。雰囲気するうさよね。ちょっと一回、あれだな、セーブしよう。
といったところで今日は一旦終わりたいんですけども、あれだね、なんか誠も同じ状況になってたっぽくないか。どうなんだろう、わかりません。でもなんか俺はそんな気がしている。はい、といったところで今回はこの辺で終わります。それではまた次回よろしくお願いします。ではまた。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの人はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。他の動画を見たい人は画面の下にあるおすすめ動画か続きの動画をチェックしよう。もっと見たいって人はチャンネルにおすすめ動画がたくさんあるから遊びに来てね。それでは違う動画でお会いしましょう。バイバイ。